田尻俊明のいかがでしょうか。どうこの素晴らしい注文域。今なんかこうなんだろう、あの吸い寄せられたわ。本当に。もう一瞬吹き飛んだ後、ヒューって吸い寄せられたわ。そうですか。はい。いやいや、ありがとうございます。どうもどうも。この世界観へようこそお越しくださいました。ああ、来ちゃった。ありがとうございます。はい。さあ、サイさん。はいよ。車の免許持ってますか？持っております。持ってますか？はい。はい、免許証出して。はい、免許証出して。はい、提出して、免許証。違反したことないんですけど。あとさっきからトークの急ブレーキが効きすぎなのよ、ちょっと。ごめんなさい。停止線を超えてるのよ、いつも。トークの。ゴールド免許なのに。うん、残念ながら今日。見ちゃう？私の免許。ちょっと一回見せてください。いい、覚悟してね。うん。行くよ。はい。ほらよ。うわ、何やろ。何美しいってありがとう。あれ？え？同じ人ですか、これ。どういうことよ。これ同じ人なの？え？髪の毛がどうなってんのこれ。髪の毛どうなってんのって。短いね。そう、これ撮った時短いですね。これこんな写真撮った時なんだろう、この表情。何？あの千と千尋に顔なしだったでしょ。顔なしよりね、顔なしより表情がない。そうなの。顔なしの方がまだ表情豊かなのよ。これね、うん、本当に無の表情よね。そう、あのそうなんよ。じーっと見たらバックがブルーなんだけど、じーっと見たらブルーが見えてくるぐらいのね感じなのよ。これ何、これ、これなんだ。自分の中では気に入ってますか。気に入るわけないでしょう。これね、しかもね、なんでこの服着てたんだろうっていう、いろいろね。あのね、私が好きな、うん、マリメッコっていうところの、うん、はい、ロング T シャツ着てたんです。それはよしとしよう、はい、でその上にねカーディガンを羽織ってたんですけど、このカーディガンがデザイン性の結構強いカーディガンで、あの斜めにこうやってたの、なんていうのかな、こう、うん、合わせが斜めになってるタイプなんです、はい、だから全身見るとあらデザインがあって可愛いわねなんですけど、上半身というか胸より上で見ると、うん、カーディガンがぐーっとずれて写真撮っちゃったっていう、おー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 、すごくバランスの悪いお洋服に見えるでしょう。洋服プラスあの表情筋なのかな。表情のことを言うね。表情筋をどっかに置き忘れてきたような感じがするんですが、しかも、ま、結構むくんでるよねこの日。何か絶対なんか飲んだでしょ、塩分の強いもの。前日に。そこで今日はですね、うん、車の免許証の写真の写り方、これについてお話をしていきたいと思います。あ、お願いします。習いたい。免許証とか証明書のその写真、はい、うまい写真の写り方のコツっていうのが実はあるんです。免許の取得更新時に必ずやってくるもの、それが証明写真の撮影なんですよね、はい、免許証交付センターとか警察署によっては持参した写真を使ってくれるところもあるんですが、まあ、その場で職員に撮られることがほとんどなんですよね。そうでした、私もそうでした。だからこんな無の表情よ。そう、なので写真写りが悪すぎると数年間憂鬱に思う方もいらっしゃることだと思うんです。ちょっと待って、私ね、うん、もうこの自分の免許証の写真恥ずかしくて見たくないから、うん、しばらく見てなかったんです、はい、そういう方多いと思うんですよ、うん、はい、皆さん今からお財布出して、うん、はい、よく免許証を自分で出して、はい、見つめてください、自分の写真をね、凝視していただきたいと思いますよ。どうですか写りは、ね、いかがですか。たとえね、自分でも撮って持参できるところでも、そもそも証明写真、スピード写真の写りが悪いという方も多いと思うんです、うん、免許証は運転をする時だけではなくて身分証明として提示することも多いから、変な顔では写りたくないですよね、さえちゃん。もちろんよ、ね、コツがあるなら知りたいよ。そこで、免許証を含め、はい、証明写真をきれいに写るコツ、いくつかご紹介していきましょう。まず一つ目、はい、服装は、あ、出た、明るい色&首周りが開いているものをした方がいいと。わあ、やっぱりね。これは特に女性に該当するかもしれません。まず大切なのが服装なんです。色はホワイトやイエローなど明るい色を選びましょう。黒やグレーに比べて顔色が明るく映るんですよね。あと背景の色が青ブルーなんで、うん、ブルー系の服は背景と同化して写真がぼんやりとした印象になってしまうので、これ気をつけていただきたいと思います。そして顔色が暗いとよくある犯罪者みたいな写真ね、あのよく欧米で囚人5人が並んでる写真がありますよね。、あれになりがちです、はい、
顔に光を当てると肌を美しく明るく見せることができるんです。なので写真撮影の当日は顔に光を反射させるレフ板代わりになるものを用意しましょう。例えばそれはどんなものかというと、はい、白いハンカチを膝の上に敷くとうまく光を反射してくれるらしいんですよ。わあ、昔ね、うん、鈴木園子さんっていう方がね、ああそう、いらっしゃったでしょう、うん、あの方は自分に当てるライトを常に持ち歩いてたと聞きましたよ。最終的には多分ね自分から発光してたと思いますそうかもしれない。確かに顔にこうピカッとね、うん、何か光るもの当てたりとか反射するものがあったら、うんうん、全然違う写りになると思うわ。そうなんですよ。でおすすめのシルエットは首周りが開いているもの、 V ネックとか U ネックなどを選ぶと首が長く見えて、あーそれ小顔効果があると。いやほらもう首詰まってるじゃない、ギュッと詰まってますね。だからいつも以上に首が短く見えるのよ、だからそういうとこですよ。 TT なんでもっと早く言ってくれないのよ。しょうがないじゃないしょうがないじゃないか、こそーって2人とも似てないということで許していただきたいと思いますけどねそして次、はい、コツ2つ目、髪型はすっきりと、はあ、男女ともに髪型をすっきりさせると一気に垢抜けます、うん、ついつい 顔周りに髪を残してフェイスラインを隠したり長めの前髪で顔の面積を少なくしたりしがちですが、これは実は逆効果なんです。ほう、写真を撮るとき特に交付センターなどその場で撮るときは照明というのがね光が不十分なんですよ、うん、その状態で髪が顔にかかると影になって陰気な雰囲気になってしまう。やだ、もう現役の心霊写真の例みたいなもんですよ。現役なの、やだ。そうなの、髪はね、はい、目や顔にかからないように気をつけましょう。長い人は、髪が長い人はハーフアップとかアップスタイルにするといいんではないかと言われています。ここまでいい感じでね勉強になってるのかなと思いますよ。もうね全部反対もうこうすべきっていうのの、ね、全部反対を、そういう人いるんやね、詰め込んでるね、これね、私の免許証写真すごいですね、ぎゅうぎゅうに詰め込んでいってますね、反対をね。そしてコツ、今度はね正しい顎の引き方をマスターしましょう。顎の引き方、そう、顔を小さく見せるには顎を引くのが良いというのは皆さんご存知ですよね。よく顎引いてくださいとか言ってカメラマンの方から言われる、誰がそんな引いて白目を半分みたいに出せって言ったんですよ。ぐっと引いたらちょっと怖い、ただね正しい引き方ではないとやたら上目遣いになって怖くなるし、これ不自然なんですよ。それも不自然ですよ。パチパチパチ、上目遣いパチパチ、目をパチパチしたってことで結局目が閉じてる写真が写るだけでしょ、それ高い確率で。ダメね、顎だけを引っ込めるのではなくて頭と首そのものを後ろに下げるようにすると自然なんです。そう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 、今みたいな、でもあんまり下げすぎると二重顎が肉がドンって出るんですけど。でそれはね、はい、もう痩せてくださいよどっちかというとあんまり力を入れない。あ、力入れない、そうそうそう、だと少しはね、こう小顔に見える、真っ正、そうそう小顔に見えるって感じです。 そう、あと少しおでこを前に出すとさらに綺麗になるんですね。難しい。なので写真撮影の前に軽く背筋を伸ばしたり顎を引いたりするのがポイントということで家で練習をしてみるのもいいかもしれない。目がね怖いのよさえちゃん目が怖い。いや難しいね、グッと何、ね、スマホを使って一回うちで練習してみてください。はあ、そうですね、練習必要ですね。で猫背だと効果が半減してしまうので、はい、姿勢を正すのもポイント。スピード写真の場合は椅子の高さが合わないと顎が出たり引きすぎたりするので、うん、しっかり調整していこうということですね。あとこれがねまた大切なんですよ、ほんのり口角を上げる。そうそうそう、あ今ちょっといい感じで口角上げてますね、はい、はいはい、免許証に使用する写真は満面の笑顔は NG なんです。ですよね、歯を見せてカーッと笑っちゃダメなんですよね。ダメなんです、これはね本人確認ができないから、これはね。で真顔で写ると人相が悪くなりやすくてシワやほうれい線が目立ってしまうので微笑むくらいがいいと、表情が適当、微笑む、ちょっと笑いすぎかな、ああそう、ちょっと笑いすぎかな、自然な角度で口角を上げればこの問題も解決するんです。はあ、とはいえ慣れていないとどこまで上げればいいの？わかんないですよね。口角を上げるといつも顔が引きつって見えるんだけどということもあるでしょう。そこでおすすめなのがウイスキーのウィ、ウィ、ウィって言ってみてください。ウィ、
で、で口を歯を閉じる。ウィウィ。そう、その感じ。へえ。この発音をすると口角がちょうど良い角度に上がると。はい。もう騙され、今騙されたと思って、皆さんちょっとラジオの前のあなた、ちょっとやってみてください。ウイスキーのウイですよ。せーの、ウイスキーのウイ。ウイ。ね。今車に乗っていて信号待ちで対向車線の運転手の方見てください。同じ口の形だったら今このラジオ聞いてる確率が非常に高いです。そう、そしてウイって誰かが言ってたら、あれ、うん、聞いてる仲間がいますよ。そこに、そう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 、うん、気をつけてもらいたいのが、あと免許証センターの職員さんから、はい取りますよと言われて、ウイって声を出してで言わないようにウイ、あのオードリーの春日さんみたいになってしまいますからね。ウイってなりますからね。これも気をつけていただきたいと思います。最後です。はい、これね、とても大切だと思いました。僕ハッとしました、うん、自分も気をつけようと思いました。流行を追わない。え、なんでダブルピースとかっていうこと。誰がそのつまみ出されるやん。そうね、絶対ダメよね。意外と見落としがちなのが流行を追わないこと、うん、写真写りに直接関係はないんですが、その時に流行っているヘアメイクファッションをするのはおすすめできないんです。例えばものすごく細い眉にするとか、うん、アイライナーをぐーっと引くとか、うん、その時の流行に乗っちゃうと、そう、時間が経った時に何これおかしいってなっちゃうわけね。だって3年とかでしょ、短くても。長くて5年とかでしょ。なぜなら流行は必ず廃れるんです。服のファッションもね、うん、数年後自分の免許証を見て、うわ恥ずかしいというふうにならないようにシンプルな格好、これがおすすめらしいんです。実は田尻俊明さん、はい、あなたの免許証は今どこにあるのかしら。なんやろ、なんか警察に尋問されているような感じがするんですが、ちょっと僕がね、これどうですか。ちょっと出してごらんなさいよ。なんかさ、言語化しなさいよ早く。 ねえ、あなたアナウンサーでしょ、言語化しなさいよ早く。あーじゃないのよ。人柄が良さそうだなっていう感じがするわ。そうですか。なんかあのね、落語家に憧れるけれど、あの落語研究会に入るかどうか悩んでますみたいな顔してる。中途半端だな。俺あのでも、あの、うん、本当講座に上がりたいなっていう方、うんうん、写真見てずっとさ感想ももちの母か。そういう占いの。あなた見えます、うん、あ何が見えます。あなた見えます。この後ね、何何、はあ、赤色のお着物を着てね、うん、そうですね32年後、うん、講座に上がります。おめでとうございます。えらいかかるな32年後っていう顔してる。なんか嬉しいのかな。ちょっとまあまあお後がよろしいようで。で、あと照明写真をきれいに撮るコツお伝えしてで来たんですけども、はい、反対に NG とされている写真もあります、はい、NG なのはメイクが濃すぎる、うん、もうデーモン閣下のようにね。それはさ、うん、もうもはやもう証明写真にならんでしょうね。あと後日本人か確認できないほどのカラーコンタクトを入れてしまっている。あ、それダメよね。これダメです。あと服や髪で顔の一部が隠れている。髪の色はいいんですかね。色は変えますもんね。髪型だって変わることあるしね。あんまり変えすぎても、でももうキンキラキンっていうのはどうなんですか。ダメじゃないと思うんだけど。もろ金髪っていうのはちょっとそれは確認していただいて行った方がいいかも。あと太いヘアバンドなどアクセサリーが目立ちすぎる。はい。あとね、さっき言いましたががっつりの満面の笑み、うん、あと顔の向きに角度が若干ついているっていうね。これ真正面というのが分かんないんで難しい。やっぱりもう日頃から練習しないとね、ということです。あとどうしても完璧な写真を撮りたいなら最寄りの免許証の交付センターに事前に写真の持ち込みが可能か確認をしてもらって、持ち込むのがいいでしょうと。写真館でプロのカメラマンに撮ってもらって持ち込むのがいいかもしれないということですね、うん、そんなにもうそんなに気にするかね。ここまでもう私のもう本当にこれでお見合い写真お願いしますっていうぐらいの写真を免許証に載せたい人は、中にはこだわる人いるでしょやっぱり、まあうね、どうしても許せない。確かにさ、身分証明書としていろんなところで提示する回数が多い方は、うん、いい写真使った方がいいわよね。そうですよね。毎回出すたんびにどんよりとした気分になるの嫌ですもんね。そうなんですよね、うん、ちなみにですね、はい、こんなに嫌だ、例えばこう
嫌なパターンをお伝えしてきましたが、うん、僕もちょっと個人的にまあ考えてきたんですけども、はい、まあ、最後にこんな運転免許証の写真は嫌だっていうのをちょっと考えてきたんですけどもねまず運転免許証の写真に、霊が映り込んでいるという絶対嫌よこれ嫌だなっていうねあとそんなの絶対よ写真の中の自分も年とともに老けていっているっていうどういうこと写真の中の自分も年とともに老けていってるんですよ嫌だよあと、写真の背景が宇宙だっていう、うん、これ嫌ですねいやいいんじゃない、あと顔が抽象画で描かれているってピカソ的な最後に、写真を撮ったカメラマンと肩を組んで2人で写り込んでいるっていう写り込むの嫌いや抽象画で証明書はい OK ですって言われるのが一番悲しいよねこういうのも、ぜひ気をつけていただきたいなというふうに思いますねないわないわそんなの、これ以上言うとこのコーナーの更新もできなくなるんでちょっとやめたいと思いますけどもさて今回の免許証の写真の話はいかがでしたでしょうかまあだいぶ私が免許の更新に行くのは先ではございますが白か黄色の V ネックを着て行こうと思いますし、うん、今日から自主練に励みます勉強になりましたなりました、まあ、ここまでお話できたらトークの1級2級の免許を取得できたような心境ですでもトーク免許の期限が切れないように頑張っていこうと思っております以上田尻俊明のいかがでしょうかでした落語家の立川昭司です1週間のニュースの中から気になる話題を題材に新作落語をお送りしているポッドキャスト番組立川昭司のニュース落語もう聞いていただけましたか政治家の問題発言や動物たちの微笑ましいエピソードなどなど落語の世界でお楽しみくださいアップル、スポティファイ、アマゾン、グーグルの各ポッドキャストで立川昭司で検索してフォローお願いしますまた生放送でいち早く番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ立川昭司金サイトを聞いてください毎週金曜朝6時半から10時まで生放送中ですさらにこの立川昭司のニュース落語は本で読むこともできますお近くの書店ネット通販でお買い求めください本と音声両方で立川昭司のニュース落語どうぞごひいきにめちゃくちゃお得ですからねこれねああ毎週考えてんだよ。